なんかそれぞれ盛り上がりあるけど、私ポツンなんですけど。どここれ。なんかよくわからんけど、何かが出てきそうな予感。ん？何ここ、椅子か。椅子なの？石碑かと思ったよ。何？最後はククイ博士？違う？これからは君がポケモンリーグチャンピオンだぜ。あ、普通にチャンピオンの座ってこと？と言いたいところだが、実はもう一人戦わなくてはならない。やっぱり。そのトレーナーはもちろんこの僕だぜ。島巡りの鳥を飾り、新しいリーグの門出を祝うのにふさわしい、ポケモン勝負をしよう。お、来たね。さあ行くよ。いざ尋常に勝負。さっきからね、なんか山肌に見えとる鉱石たちがすごいキラキラ綺麗なんやけど。ポケモン博士のククイが勝負を仕掛けてきた。ああ、6匹。満タン持っとるな。ああ、かわいい。うちのルガルガンとはまた違った可愛さが。さあ、それじゃあ。水タイプがいいんかな。よし、行くよ。ルナーラ交代。行けよ、シレーヌ。久々に見たらやっぱりそっちのタイプのルガルガンも可愛いね。さあ、行くよ。あ、シレーヌ、ハイドロポンプ。うわ、行けなかった。ああ、しかも当たらない。そう、バブル光線で行くか。アシュレーヌ、バブル光線。はい、オッケー、効果抜群。そして、磁場コイル。磁場コイルってことは、誰？カビゴンかな？地面タイプが効くんじゃないかなと思うんやけど。磁場コイル多分電気タイプやろ？どうよ。ほらほらほら。おし、行け、カピゴン、10万馬力。磁場コイルもあれよね。ポケモンダンジョン。ポケモン不思議のダンジョンに出てきたやつ。なんかどっかのさ、救助隊の一人じゃなかった？はぁ、回復した。マジかよ。ただののしかかりにしてしまった。おい、じゃあ次でたどめね。いけよ、カビゴン、10万馬力。イエーイ、効果抜群。そして、ウォーグル。何それ、聞いたことない、わからない。どういうポケモン？あー、なるほどね。なるほどね。飛行タイプだ。ということは、ここはルガルガンで行こうか。キリッとするとかっこいいね。あのポケモン。いっけ、ルガルガン。何かの進化系かな。追い風。おし、行くよ。ルガルガン、ストーンエッジ。全然効いてね。当たらなかったんですけど、あ！お、カビゴンが出された。いや、まあいいんですけどね。でも元のポケモンに戻ったんやけど。よし、行くか。カビゴン本気出そうか。おー、なに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 。わ、すげえ、なんかかっこいい。かっこいい。あ、しかも反動によるダメージがあるんやね。さあ、じゃあカビゴンこっちも行くよ。カビゴンは Z パワーを体にまとった。そして解き放つ全力の Z 技。キラーン。本気を出す攻撃。ゴーゴー。いけ。これで効果なしとかやったら泣くけど。よっしゃ、オッケー。まあ、ご利用しようね。
ジュナイパー。これは草タイプ？なんとなく。あ、草タイプやな。もうこれってあれやないん。なんていうんか忘れたけど、木狼の進化系じゃない？ね、あれの多分最終進化じゃない？フクロウっぽいやん。で、なんか、草タイプやし。ブルームシャインエクストラ、うお。私もさっき Z 技使ってしまったけんね。あー、カビゴンが天に召されてゆく。耐えて耐えて、おし、よかった。効果がない、マジで？効果がないのか。ちょっと待ってね、何タイプでいこうか。怪力。いや、最後はちょっとルナーラで締めよう。戻って。そして行けよ、ルナーラ。何何？ああ、さっきの尖った岩ね。よし、行くよ。ルナーラは、ああ、そっか。ノーマルが効かないのか。ノーマルが効かんってどういうこと？ゴーストタイプってこと？普通に草タイプだけなら効くよね。うわ、効果抜群、マジか。ルナーラじゃダメや。よし、カイリキーで行こう。え、でももしゴーストタイプやとしたら、怪力とか最悪じゃない？効かんよね。あれ効くっけ？何かしらちょっと技を出してみよう。あー、怪力はもう逃げられない。恐ろしいよ。よし。何タイプかがいまいち、多分草なんとかだと思うんやけど、あー、怪力が。あー、やっぱり格闘タイプも効かない。え、でももう逃げれんかったよね、多分。あ、いける？ほら、戻すことできんやん。くっそ、どういうことだ。だってまあ私格闘とノーマルしかないもん、怪力。絶対ダメやん。お願いやけん、もう入れ替えてもらうしか、やっつけてもらうしかないよ。うわ、くそ。怪力ごめんね。そうよ、怪力には飛行タイプ効果抜群じゃねえか。さあ行くよ、アシレーヌ。よし、これで。あ、てか、アシレーヌ水タイプやん、あかんくね。あかんくね。フェアリーでいける？アシレーヌムーンフォース。もしもゴーストタイプやとしたら、うん、全然効果抜群じゃなかったけど、まあ。まあ。カビゴンね、このまま行くよ。さあ、来い。だって、向こうももうね、使ったやろ？ Z 技。ってことで、こっちと条件は一緒だ。何、ヘビーボンバーって怖いよ。よし。アシュレーヌムーンフォース、回復使われるかと思ったけど、全然使われんかった。よし、オッケー。あ、まだキューコンが。え、でもキューコンは炎タイプよね。このまんまで。これが最後の一匹か。うわ、なんか神々しい。今までのキューコンと違うね。ちょっと待って、とりあえず満タンの薬使っとこう。全体的に結構やばいね。もっと余裕でいけるかと思ったけど、まあそれはなかったか。さあ、シレーヌ行きよう、頑張ろう。マジカルシャイン。あ、違う、バックじゃなくって。ほら、効果ありとかや、炎タイプじゃないってことか。何タイプ？フェアリーとかかな。見た目的にはなんかちょっとフェアリーっぽいやん。アシュレーヌ、歌方のアリア。いけ。お、効果抜群ではないけど、まあ一発でいけた。ふぅ。全力を尽くしても勝てず、だが清々しい気持ちだぜ。ふぅ、勝てたよ。ありがとう、ククイ博士。
これで本当にチャンピオンか。素晴らしい。以前僕は言った。その時ベストの技を選べるポケモンとトレーナーのコンビが繰り出す技が最強だと。まさにその通りだった。誰もが認めるチャンピオンの誕生だ。ホクラニ岳のてっぺんで言っただろ。アローラ地方のポケモンもトレーナーもみんな最高だからね。世界に知ってほしい。それが僕の夢なんだ。今、まさに夢が叶った。アユナ、ルナーラ、君たちのおかげだぜ。いえいえ、それほどでも。ん？なんだなんだ？夢の場所で君たちと戦えて本当によかったぜ。では、アローラのポケモンリーグ初代チャンピオン、アユナと親愛なるパートナーたちを永遠に記録しよう。初代チャンピオン素晴らしいやん。アローラ初代チャンピオンおめでとう。なんか急にチャッチリ感じになったけど。おお、あ、戦ったポケモンたちが記録されていくんやね。このメンバーで行ったから。うわー、いいね、いいね、みんな。カビゴンもうちょっとやる気出して。おお、この6匹が登録されるよ。あ、この6匹と私がか。アローラ初代チャンピオンおめでとう。ありがとう。うわ、素晴らしいね。なんか囲まれとる私。素晴らしいメンバーやったよ。イエーイ。ん？なんだあれは。王冠のマークみたいなの出てきた。あら、皆さん。一人おらんと思ったら。見事殿堂入りですな。太陽と月のように照らされる関係。君の島巡りにおいて、そのような出会いがあり、成長のされたようですな。アユナは心からポケモン大好きなんだね。ああ、だからこそパートナーの力を合わせ、大勝利を得たのよ。みんながあなたを目指しつつ、あなたのライバルになるんですね。アローラで初めてのポケモンリーグチャンピオン。太陽と月にも見てもらうよう、とことん祝いましょうぞ。何、宴会でも始まる？なんかそれぞれ盛り上がりあるけど、私ポツンなんですけど。さあ、アユナ、トンボ帰りでメレメレ島に戻ろうぜ。リリータウンでお祭りだよ。もちろんリーリエにも知らせるぜ。おー。あれからどれだけの時間が経ったんかは知らんけど、リリエこないだ別れたばっかの気がするけど。あら、ハウ、こんなところまで戻ってきてたの？ただいま、ただいま。なんとなく表情とかでわかるね。え？初代チャンピオンになったの？おめでとうみたいな流れやろ。おー、なんか見知った顔が続々と。みんなが何を話してるのかめちゃくちゃ気になるんだけど。あ、なんか久々だね、奥さん。かわいい、なんか。びっくりした、ニャースと話し出したんかと思った。お母さんとか懐かしすぎるんやけど、最初の頃しか出てきてないもんね。リリエは？なんかカキがめっちゃ槍を振り回しよったけど、槍だかなんだかわからんけど、お、来た来たみんな、ハプーと石や。何、家に戻ったんじゃないの？ハプーンのとこにいるの？楽しげだね、原さん。では、アローラ初めてのポケモンリーグチャンピオン。その誕生を祝って、見られたことまで楽しみますぞ。おー。いいね、いいね。にぎやかや、めっちゃ。カキ危なくね。グラジオ出てくればいいのに、何こっそり見よん。ね、リリエもおるんやけんさ。そんな影で爽やかに微笑まんでも。お、いいね、いいね。ちょっとガラガラたちも出していただきたいけど、お。邪魔だよ、アセロラ。お、みんなで Z 技の？お、いいね、いいね。
それぞれバラバラな。いや、ライチさんのやっぱり男前やな。そこで。実は、クチナシさん仲間に入りたいんじゃないの、みんなの。一人でポーズ取り寄るけど。お、来た来た。普通にやってきたよ。何、なんか一言だけ言って帰るの？グラジオは一言すら言わずに帰ってったね。みんな個性豊かすぎるわ。おー、すげえ。え、これ私のために上がりよる花火素敵すぎん？ね。え、てか初代チャンピオンが生まれた時点で何？もうリーグは、今日は終わりなの？四天王の原さんとかみんな帰ってきとるけど。アイナさん、チャンピオンおめでとうございます。ありがとう、リリエ。それにしてもすごいです。こんなにたくさんの皆さんが、アイナさんをお祝いするため、集まってくださったんですね。大人も子供もポケモンさんも、皆さんとても楽しそう。私、いろいろありましたが、アローラに来てよかったです。アイナさんと出会えて、ううん、一緒に旅もできて、本当によかったです。星雲ちゃん殿堂入りしたよ。ね、素敵よ、素敵。あの、アイナさん、お祭りはまだまだ続くようですし、こっそり抜け出して、戦の遺跡に行きませんか？戦の遺跡？原さんに教えていただきました。吊り橋が修復されたと。おー、いいよ、いいよ。え、あの、鬼スズメに襲われよったとこかな。カプコケコさん、待っていると思うんです。島巡りを終えたアイナさんの訪れを。なるほど。ん？ポケモンは全員回復しとんかな、ちゃんと。なんか、なんか、連れ出される、連れ出される。やべえ、なにこれ。死亡フラグじゃない？なんかめっちゃ幽霊に導かれよるみたいな。リリエ生きとるけどさ。うわ、勝手に連れて行かれる。マハロサンド吊り橋。早いよ、リリエ。ん？あっこにアイテムが落ちとる。なんだか、懐かしい感じです。あの時は余裕なんて少しもありませんでしたけど。そっか、こっから始まったんか。今にして思えば、ルナーラさんが、星雲ちゃんが、アイナさんと私を引き合わせてくれたのですね。行きましょう。めっちゃスタスタ行くやん。私、橋の上絶対そんな走れんねえけど。シャレじゃないよ。ほら、勝手に連れていく。アイテム拾ってないよ、私まだ。あ、そこにはジガルデが。戦の遺跡。戦の遺跡。あの日、カブクックさんはどうして助けてくれたのでしょうか。アローラ地方の伝説ポケモンとされる、ルナーラさんと何かあったとか。さあ。うわぁ、もう勝手に入っていくし。危ないよ。何どんどん進んでいきよん。ハプーさんが島クイーンになられた時を思い出します。少しドキドキしてました、してきました。守り神、カプコキコさん。いや、私の方がドキドキしてるよ。何勝手に連れて行ってくれてんだい。何の準備もできてませんけど。カプコケコさん、あなたのおかげで、コスモクはルナーラになりました。代わってお礼を申します。本当にありがとうございます。現れそうな予感が。次はアイナさんですね。アローラのチャンピオンである、あなたにしかできない、お礼が見たいです。私、アイナさんのポケモンさん元気にしますから。いや、そういう問題じゃなくってね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。